ローナルト・ゲルサリウは、アルバニア・ティラナ出身のオーストリア代表サッカー選手。SC ・シュバーツ所属。ポジションは DF ・ MF。子供の頃に両親と共に、オーストリアに移住。オーストリア・ブンデスリーガの SK ・シュトゥルム・グラーツに入団。育成部門、サテライトチームを経由し、プロ契約を得る。18歳の若さで、トップチームのレギュラーに定着。 オーストリア A 代表チームには19歳の頃に初選出される。2005年12月に同リーグの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。しかし2006年の夏に就任したジョバンニトラパット・オニシン監督の下ではレギュラーの座に定着できずシュトルム・グラーツに復帰。イングランドプレミアリーグのリーズ・ユナイテッド・ FC やドイツ・ブンデスリーガのエネルギー・コットブスからのオファーがあったものの 2007年1月には、レンタル元のザルツブルクには復帰せず、同リーグに属する名門 FK アウストリアビーンに、再びレンタル移籍。固い守備をベースにオーバーラップを繰り返すモダンな、サイドバックとして高い評価を得ている。2008年5月に、フルスザルツブルクへ復帰。2017年1月16日、オーストリアレギオナルリーガの SC シュバーツに加入する、ことが発表された。 ありがとうございます。